ん、そうだろう。楽しかったですけど、地元からも応援来てくれてるのに申し訳ないです。同じ相手に2回も負けたらあかんと思ってたんで、やりにくかったですね。相手強いです。上手かったです。いやまあ負けたんで、まあちょっと休んで考えたいですね。またどうやったら勝てるか。やっぱ一回負けた相手とやるっていうのはもう絶対負けられないし、だからそれの気持ちを持ってめちゃくちゃ練習頑張ったんですけど、やっぱその、まあ、癖みたいなのがあって、それが結構うまく松本選手にはかみ合わなかったかなっていう、まあ、もっとそのすごい練習量はすごいやったんですけど、技術面でもうちょっと伸ばさないといけないところあるなっていう感じですね。いやもう武雄二世とは関係なく、真央は真央 のプロの人生があるんで、真央の人生はこの最初の2連敗から始まってるんですけど、ここから真央はスタンダード選手なんで、はい、これからの真央を見てほしいですね。これもまたドラマの一つだと思うので、はい、こんだけ才能のある選手がデビュー2連敗することが普通ないんで、はい、ここから真央がスターになる、真央のプロ人生なんで、はい、それを楽しみにしてもらいたいですね。いやー、まあよかった。なんか途中で最初結構自分の中で冷静にやってたんですけど、なんかこれじゃ1ラウンド目持ってかれたかなと思って、1ちょっと硬かったな、はい、でも兄さんもう行こうと思って、はい、当たんねん、はい、めっちゃ当たんねん、惜しい。やっぱあれをやっぱ続けたよな。はい、なんかでも前回よりパンチがちょっと当たるようになったんで。当たった。あとプッシュもすごい良かったし、はいはい、まあ嫌がってたな。ドキドキさすなやねえまあ俺を引き継いでるから延長が好きなんだ2回連チャン延長ってやばいっすよね。あー、KO 出したかった。こいつも KO の呪縛に呪われるかもしれないまあいいね、勝ちやな。はい、じゃあお前が応援してくれてる人みんな喜べ。はい、はい、ちょっと倒し方教えたらなあかんすね教えてもらいます。なんか最初はやっぱりちょっと気持ちの面で、なんかまあ来た時は全然大丈夫だと思ってたんですけど、いざやってみるとやっぱりなんか油断してるわけじゃないのに、やっぱりなんか最初の方がやっぱり最初の頃に比べちゃってモチベーションがなんかダメなのかなって思っちゃうところがすごいあって、でもカナさんとかがすごい、カナさん何回も再戦してて、なんか再戦はなんか自分はもう次のことを考えるけど相手は自分のことを考えてるからっていうのを聞いて、いやそれ本当だなと思って、ちょっと考え直したっていうか、もっとちゃんと考えようと思って、そっからやっぱり大口さんがあのボクシングジムとか連れてくださって、なんかスパーリング相手もみんなすっごい強い人たちばっかだったんで、もう不安がなくなる一日でした。試合内容的には前回よりはパンチが当たったかなってちょっと思って、そのまま1ラウンド目やっぱり自分硬くて、なんかまあそんなも結果いってないなって思ったんで、2ラウンド目からもういつものご利用しの方で行こうと、もうご利用しっていうかまあ気持ちで行こうと思って、なんかいつも自分のジムのスパーでもシルバルフでもなんか何も考えんなって大口さんに言われる方がすごい強くいけて、その気持ちで行ったら、まあ、兄さんは結構動けたかなと思います。
KO とかまだ してないし、プロでは KO してないし、やっぱ気持ちで少しでも心を動かせるような選手に、小さんみたいな選手になりたいです。俺が言わしたみたいな。まあね。友達を見るとかとまた違って、なんていう弟っていうか、身内を見てるみたいな感じやから、緊張するっすよ。バリドキドキして。俺試合、自分の試合とかドキドキせえのっすけど、ね。でも、まあ日向はもちろんですけど、真央もすげえこう、花ある子やから、やっぱ頑張ってほしいですよね、若いから。でこいつら二人でまた盛り上げていってくれたら、格闘技界は明るいなと思います。二人とも若いのにあんな、ね、だってついこの間までアマチュアやったんですよ。それがあんな舞台でね、あえて盛り上げれるようになったから、自分のは嬉しいですよね。まだまだですけど、でも、こう、人を、こいつが言ったように、こう、ね、倒すのも立派ですけど、やっぱり気持ちでいろんな人に勇気を与えれるような存在になってくれたら俺は嬉しいですけどね。いい試合でした。まあ倒し方が教えだろうと思ったね。どんな風に教えてた。多分あれでした、俺の KO できない呪いがこいつに移ってんじゃないですか今。あでも相手も必死やからなかなか倒すのは難しいですよ。殿下の方とのハイキックを教えたろうと思って。